ジャジョゼフ・ビンゴリオン、ミホ・ヨザフ・ビンゴリオン、1865年8月7日、1921年11月18日、和尚ロシア生まれのユダヤ人作家、ジャーナリスト、学者。本名ミハ、ヨゼフ・ベルディチェフスキー。ユダヤ人に、自らの宗教や伝統、歴史を支配する教義から解放され、考え方を変えるように訴えた。 またその他にも、ユダヤ人の神話や伝説などを集めた作品でも知られている。ヘブライ語やイディッシュ語、また、ドイツ語でも執筆しており、ドイツ文学界で敬愛されるために、ベルリンに住んだ最初のヘブライ語作家と言われている。ミハ・ビンゴ・リョンこと、ミハ・ヨセフ・ベルディチェフスキーは、現在のウクライナ西部ミエンズイブシュのハシディズムのラビの家族に生まれた。彼の父は、 街のラビであった。若い頃からユダヤ系盲主義的な作品を読み始めており、その影響は後の著作にも見られる。ベルディチェフスキーは世俗主義文学との関わりを最初の妻の家族に反対されたがゆえに離婚をせざるを得なかった。その後、ボロジン・イエシーバーへ向かったが、そこでもベルディチェフスキーの型破りな文学への追求は怒りと抗議を巻き起こした。 ベルディチェフスキーの最初期の作品2888年に、ハ・メリーツ紙に掲載された、ヘイチーツブニフガーという人生のうちのこの時期について書いた作品がある。この時期からベルディチェフスキーの作品のほとんどが論争的になり、感情的な作風が作家業の特徴となった。1890年にドイツとスイスに向かい、ベルリンやブレスラウ、ベルンの大学で学び、 哲学博士の過程を終了した。この時期、ベルディチェフスキーは、ドイツの哲学者ニーチェやヘーゲルの著作について学び、そこから強烈に影響を受けた。ウクライナへ戻るまでの10年間、ヘブライ語の雑誌に、多数の記事や小説を寄稿した。ラーヘル・ラムベルクと結婚する1900年までに、ベルディチェフスキーは10冊の本を出版していた。ウクライナに帰国すると、 ユダヤ教徒居住区でのユダヤ人の生活の過酷な現実に直面して、その後伝統的な生活様式の悪化が彼の多くの小説の主題になった。ワルシャワに短期間滞在した後、1911年、ベルディチェフスキーはドイツに戻り、1921年に亡くなるまで過ごした。ベルリンのバイセン税にあるユダヤ人墓地に埋葬された。 ベルディチェフスキーは1914年にベルリンで出版された作品集で署名で初めて使ったビンゴリオンという姓を選んだ。筆明であるビンゴリオンもまた彼の母碑に刻まれている。晩年は集中的な執筆とユダヤ人の伝説や伝承の収集に費やし、ヘブライ語やイリッシュ語、ドイツ語で出版した。ベルディチェフスキーの死後、 彼の妻と彼らの息子であるイマヌエル・ビンゴ・リオンはいくつかの作品をドイツ語に翻訳し、その中からディー・サゲン・デア・ジュデンやデア・ボーン・ジューダスを全六巻で出版した。ベルディチェフスキーが存命していた頃のユダヤ人の間での人気は伝統的なユダヤ人社会に対する曖昧な態度や世俗的なヨーロッパ文化の表現に成功したところにあると考えられている。 イスラエルに彼の名を取ったモシャブであるスドートミーハーが1955年に設立された。ありがとうございます。